どうしてこうなったのはスキーアート。どうしてこうなったとは、主に悪化する状況や予想外の出来事に対して、なぜこのようなことになってしまったのかと、事柄の変化に呆然としてつぶやくネットスラング、または2チャンネル用語の一種である。2009年、未来検索ブラジルが主催するネット流行語大賞現象を受賞。同年10月29日、ボーカロイドに初音ミクを用いて、 ニコニコ動画で楽曲を発表している、うどんゲルゲにより、どうしてこうなったという楽曲も発表された。もともとは2008年頃、P2P を利用したストリーミング配信ソフトウェア、ピアーカストを用いて、プレイステーション2のソフト、悟空伝説マジックビーストウォーリアーズを実況プレイしている最中に、 ゲームの配信者であるマンジェロが誤って、ロムファイルを用いたエミュレータと思われる画面を大やけで、晒してしまい、予想外の出来事に焦るマンジェロが思わず、どうしてこうなったと呟いたのが、元ネタだとされる。どうしてこうなったは、マンジェロの発言を境にして2008年末、主にニコニコ動画、2チャンネルを中心として、アスキーアートも作られ、一躍流行語となった。 上記に記載した通り、ネット流行語大賞2009年において、銀賞を受賞し、受賞者には、どうしてこうなったと呟いた。マンジェロが選ばれた。どうしてこうなった ?3。どうしてこうなった ?3。R の、どうしてこうなったで、どうしてこうなった ?3 の。7、どうしてこうなった J. どうしてこうなった ?3 の2009年4月15日、ガイドライン板にて、どうしてこうなったのガイドラインのスレッドをはじめ、パソコンや椅子まで踊り出したりする、様々などうしてこうなったのバリエーションが豊富となった。ありがとうございます。